はい、ゆうすけです。今回はスマホゲームのジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズのガシャですね。で、降臨ガシャが来ました。で、 SR&SSR 的中率超絶アップですね。2015年の5月22日の23時59分までです。はい。で、新ユニットはポルナレフ&イギ SSR ですね。と同じく SSR のモハメド・アブドゥルの2体ですね。はい。で、前回降臨ガシャ限定のディオが出たんですけど、 SSR のポルナレフ&イギーのコンビメダルもこの降臨ガシャのみでゲットできるユニットですね。はい。なんでぜひとも、いや、ディオが欲しいですね、僕は。はい。なんで今回も5回引きたいと思います。はい。で、狙いはこの降臨ディオ SSR と、あとは3部のディオと SSR の華経院のあのグラサンのやつですね。あと先導パワーのセペリが欲しいです。はい。というわけで5回引きます。はい。というわけで、あ、覚醒カエルも出るんですね。はい。じゃあ5回引いていきたいと思います。はい。1回目。はい、レアは、スピードワゴンのレアですね。はい。なるほど。2回目。降臨ガシャでもいいですけどね。降臨限定のキャラ。てか、まず SSR 出てないですからね、最近、本当に。はい、レアのリサ、リサ。負け来るか？来ない。はい、じゃあ3回目。来ないかな、SSR。虹色見たいっすね、あの綺麗な。お、来た。お、SR。カーズ持ってますね。いや、あの決戦のバニラアイスが欲しいんですけど、なかなか時間が合わずにできてないですね。はい。もう3回引きましたね。はい。4回目、お願いします。 SSR ください、お願い。お、金は上がらず。リサリサの SR 持ってなかったっすね。でも結構最近 SR は引けるんですよね。前回も3回かな、引いたんで。はい、ラストですね。早い。おまけもないんで早いっすね。ラスト来い、虹来い、上がって、アイデア。 いつ引けるんだろうな。いや、毎回5回っすけど、そろそろ来ていいんじゃないですか、 SSR。もう引けないんでね、なんとかバニラアイスゲットしないといけないですね。決戦の、来た、おまけ、ラスト、本当にラスト。おし、金来た。うわー、うわー、リサリサ。
はい。はい、というわけで今回降臨ガシャ5回プラスおまけ1回だったんですけど、ゲットしたのが、レアのスピードワゴン SCDC リサリサですね。で、SR がリサリサ2体にカーズが1体でしたね。はい、まあ、いつも通り SSR 引けず、はい、もう降臨ガシャ限定のキャラとかじゃなく、もう引けなかったっすね、いつも通り。いや、結構引いてるんですけどね、5回、しかもあのアップ期間しか引いてないんで、結構1回で引くのは5回なんですけど、いや引けないっすね。なんでなんとか今回の決戦のバニラアイスゲットできるように頑張りたいと思います。はい、というわけで今回のガシャはこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。